両チーム選手が入場してくる場面です。まあ、こういった明るい時間に、まあ、午後5時キックオフということで、始まっているんですけれども、すでに照明は入っていました。そしてカウンターから そのセレッソ大阪、前半20分の攻撃なんですが、一旦右に出たボール、クロスが入ってきてファーから出てきたのが山根でした。今日は山根は本当によく走りましてゴール前も来ました。この場面ではボレーシュート惜しくもこう決定機を逃してしまいましたけれども、そして31分前半です。ここは小野沢が中に入ってきて左足のシュート、ここはまあ外れたように見えましたけれども、実はディフェンスの足に当たっているというそういうシュートでした。当たっていなければ枠に飛んでいたというそういう、キックだったと思います。そして後半の3分なんですね、トータル48分、セレッソ大阪、これ山根のクロスが結局ゴールに吸い込まれていきます。山根が今シーズン4点目。この今の場面ご覧いただきましょう。このスペースに出てきた山根が切り返して中に右足で蹴ってきたんですけれども、これがどうなんでしょうか。そのままワンバウンドしてそのまま行ってしまったということに見えましたけどね。そして、後半23分なんですが、藤枝この場面で川上のクロス、そして遠藤純喜、最後は遠藤圭介、移籍初ゴールということで遠藤が見事に決めまして1対1の同点でした。この遠藤純喜も非常に良かったですね。そして最後はまあエースらしい、やはり落ち着いた感じのトラップからのシュートでした。遠藤圭介同点ゴールで1対1。しかし80分でした。コーナーキックから折り返したボールを、これ石尾さっきインタビューで言ってましたが、1回失敗してでも帰ってきたボールを右足で決めました。石尾の、まあ、J リーグ初ゴールが決まりまして、これがセレッソ大阪 U23 の勝ち越しゴール、2対1でセレッソが勝ったゲームをお伝えしました。素晴らしい石尾のボレーシュートでした。